週間の天気をお伝えします。13日水曜日頃にかけて西日本や東日本では気温が高めとなり、25度以上の夏日となるところもあります。まだ体が暑さに慣れていないため、換気や水分補給などを意識的に行い、熱中症にもお気をつけください。また13日水曜日頃から15日金曜日にかけて、北から前線が南下する影響で全国的に雨となります。前線の通過時は一時的に雨が強まり、沿岸部では風が強まる恐れもあります。また前線の通過によって空気が入れ替わり、季節外れの暑さは落ち着く予想です。関東などでは平年よりも気温が下がるため、少し肌寒く感じられそうです。体調管理にはお気をつけください。以上、週間のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。